こんにちは、ちおちゃんのお時間です。今回は可愛らしい世界最小の野生猫を2種紹介します。ちおちゃんでは世界中の興味深いことについて解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。今回紹介する2種の野生猫は皆さんの家庭で飼育されている猫とは違う種の猫で、家猫はすべてビビアヤマネコが家畜化されたものと考えられています。猫の家畜化の歴史について詳しく知りたい方は以前の動画、家畜化できた動物とその起源8種をご覧ください。ちなみに家猫の純血種の中で一番小さいものはシンガプーラで、大人のオスでも2キロほどにしかならないと言われています。シンガプーラはもともとはシンガポールの下水溝で暮らしていた野良猫で、1970年代に仕事でシンガポールを訪れていたアメリカ人の夫妻が発見し、この中でもより小さい個体をアメリカに連れ帰って繁殖したものが始まりです。しかし近親交配が減ってきた今では3キロ以上あるオスが多くなっています。今回紹介する野生猫はそれよりもずっと小さいものたちです。サビ色猫。はじめに紹介するサビ色猫は猫科ベンガルヤマネコ属に属し、インドとスリランカ、ネパールの一部に生息しています。体長は35から48センチ、オスの体重は約 1.5 キロで、メスの成獣の体重は1キロかそれ以下しかなく、近縁種のベンガルヤマネコと比べても非常に小さいのが特徴で、次に紹介する黒足猫と並んで世界最小の猫の一つといえます。ベンガルヤマネコはサビ色猫と同じベンガルヤマネコ属に属しますが、オスの体重は 3.5 から 4.5 キロほどになります。ちなみにこのベンガルヤマネコ属には日本のツシマヤマネコやイリオモテヤマネコも含まれています。サビ色猫のインドの個体は主に熱帯広葉樹林や乾燥した草原に生息し、スリランカでは熱帯雨林の方が生息地として好まれています。この違いの理由は、インドの個体は熱帯雨林を生息域とするベンガルヤマネコとの競争の結果だと考えられています。一方インドのマハストラ州西部ではネズミなどの齧歯類の密度が高い農業地帯で繁殖していることが分かりました。また近年ネパールの一部でも生息していることが明らかとなっています。毛皮の色は灰色で、背中と脇腹の前面に赤サビ色の斑点があり、これが和名の由来となりました。目は灰色みの茶色、あるいは琥珀のような色で、耳は丸くて全体的に可愛らしい印象です。彼らの生態はまだ分かっていないことが多いのですが、主に樹上生活を送る夜行性の猫で、ネズミ、鳥、トカゲなどを主な餌とします。昼間は木や洞窟に隠れていますが、狩りをするときは地上に降りてきて行います。こんなに小さくても素早く動くことのできる優秀なハンターで、鶏を捕らえたという記録もあるほどです。オスメスともに縄張り内に尿をしてマーキングすることが知られています。メスの発情期は5日間と非常に短く、これはおそらくメスはこの期間中非常に脆弱なため、外敵に捕食されないようにするためだと考えられています。メスは人里離れた場所に巣穴を作り、65から70日の妊娠後に1匹から2匹の子猫を産みます。生まれたての子猫の体重はわずか60から77グラムです。この子たちは生まれてから1年3ヶ月で大人になります。野生下でどのくらい生きるかは不明ですが、飼育下では最長12年間生きた例があります。性格は友好的で陽気であり、また子供は人に慣れやすいため現地ではペットとして人気があります。この話を聞いて小さくて可愛いサビ色猫を飼育したいと思った方も多いと思われます。ですがインドとスリランカの両方で開発や農地の広がりにより生息地が減少しています。また一部の地域では毛皮や肉を取るために狩猟も行われています。家畜を襲う害獣として駆除の対象とされることもあります。これらのことからサビ色猫は絶滅の危機にあるため、国際自然保護連合のレッドリストに登録されており、保護活動が行われています。そのため日本で飼育することはできません。また2023年現在日本の動物園にもサビ色猫はいません。現在サビ色猫を見られる動物園はドイツのベルリン動物園で、
繁殖にも成功しています。その他ニュージーランドやイギリスの動物園でも見られます。サビ色猫がどうしても見たい方は海外旅行のついでに行ってみてはいかがでしょうか。もしくはインドの熱帯雨林を訪れてみるのも良いでしょう。クロアシネコ、次に紹介するクロアシネコは猫科、猫族に分類され南部アフリカに分布する小型の野生猫です。足裏が黒いことからこの名があります。体長はオスが43から52センチで、メスは37から42センチ。体重はオスが 1.75 から 2.45 キログラムで、メスは 1.1 から 1.65 キログラムです。サビ色猫より少しだけ大きくなりますが、アフリカに生息する猫科では最小になります。彼らはカラハリ砂漠の半砂漠地帯やサバンナ地帯を主な生息域としています。足の裏には毛が生えており、砂の上を歩くことに適応していると考えられています。夜行性で夜に活動するため人間に見られることはめったになく、昼間はトビウサギやツチブタが掘った巣穴や岩や低木の陰、アリ塚に隠れています。クロアシネコは主にネズミや小鳥、爬虫類、昆虫などの小動物を捕食しますが、時には自分の体重よりも重いノガンやウサギを捕まえることもあります。彼らは狩りのために一晩に8キロも移動し、250グラムもの肉を食べます。これは自分の体重の6分の1にもなる計算です。飼育下では10年くらい生きることが知られていますが、サビ色猫とは違い、人間に対しては非常に警戒心が高く、近づくとすぐに逃げようとします。しかし、追い詰められると獰猛に反撃することもあります。このような習性から、南アフリカでは、アリ塚の虎と呼ばれています。カラハリ砂漠に住む山人の間ではクロアシネコは非常に勇敢な動物とされ、キリンの頸静脈を狙って襲うという伝承があるほどです。クロアシネコの妊娠期間は63から68日ほどで、通常一度に1から2頭の子供を産みます。子猫は5ヶ月ほどで自立しますが、しばらくは親の行動範囲の中にとどまります。しかし1年ほど経つとオスメスともに縄張りを持つようになります。この時、1匹のオスの縄張りが1から4匹のメスの縄張りと重なります。しかしクロアシネコは極めて単独性が強いため、繁殖期にオスとメスが一緒に過ごす時間は極端に短く、5から10時間ほどです。これは生息地に獲物となる動物が非常に少なく、一緒にいると食料が不足してしまうからだと考えられています。クロアシネコもまたサビ色猫と同様貴重な猫で、日本で見ることはできません。海外ではアメリカの動物園で見ることができ、ペンシルバニア州にあるフィラデルフィア動物園やオマハのヘンリー・ドーリー動物園、カンザスシティ動物園などで飼育されています。どうしても見たいという方はこれらの動物園を訪れてみてはいかがでしょうか。もしくは南アフリカの砂漠に行ってみると運が良ければ見つけることができるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた、次回のジオちゃんでお会いしましょう。